そしてその思いをつないでいく田中俊太が前へ。ああこれはキムロフィン通る。中村東也は左側、足元で要求するのは小笠原、左足正真正銘の得点です。4対3、札幌が再び逆転。このすごかったですね。初ですね。まずこの田中俊太選手なんですよね。これクリアじゃなくしっかり見てたんですよね、はい、でこの同数簡単な状況じゃないんですけども、キム・ゴイス選手が中村選手がねオーバーラップしたことによって引きつけられた間のくさびをね使いましたよね、はい、で小笠原選手が、まあ、周り見えてないとワンツーで返してしまいそうなんですけれども、ゴール方向へコントロールして丁寧に流し込みましたね。